これからジェフユナイテッド千葉とリーグ戦なのに、あいつら二人で何してんだ。ねえねえ。何？ねえ千葉って強いの？千葉には前回対戦で負けてるから、もう負けられないよ。清水主催の国立開催だしね。国立公園。ちゃう。じゃあ、国立劇場？アホ。できるか。4連勝したいな。そうだね。日本のために。おいおい、世界のために。こら、言い過ぎだろ。じゃあ、勝利のために。何するつもり？ちびまる子ちゃんとのコラボを記念して心の俳句を読みます。友蔵心の俳句を？じゃあ、読むわよ。てるききて、ゆいとも戻って、犬いもいる。深い。嘘つけ。感動した？するか。さあ、国立応援しろ。入場者数 47,628 人、 J2 歴代最多を更新。エスパルスが好き。ジェフユナイテッド千葉戦、決定機はあるのに。清水。はい。千葉。前半15分、清水が先制に成功した。右サイドから北爪がクロス、一旦跳ね返されたが、神谷がこれを拾ってシュッと、ゴール右上に決めた。しかしその2分後、千葉、三木のミドルシュートが北爪に当たってコースが変わり、同点ゴール。そしてハーフタイム明けの後半早々の2分、千葉のロングフィードを空中戦で落とされ、逆転弾を蹴り込まれた。その後も西澤のところが狙われ、突破されるピンチが続く。そこで清水は西澤を吉田に変えて安定を図る。そして投入されたオセフ、岸本が立て続けに決定機をつかむが決められない。そして後半21分、やっとゴールにねじ込んだ。右サイドの岸本が北爪とのワンツーで抜け出し、グラインダーのクロス、それをニアでオセフンがワンタッチで後ろにそらし、走り込んだコロリが右足でシュート。その後に再び訪れたコロリの決定機が防がれ、タイムアップ。ああ。まず後半のゲームの入り、自らゲームを難しくして自分たちでバランスを崩し、集中力を欠いたイメージ。ここは大きな処方箋を出さなければ何も変わらない。大胆なことをしなければいけない。これだけあった決定機を決めることができなければ、こういうドローという結果が待っています。プロとして結果を出すこと、それが最後の冷静さなのか、クオリティなのか、アイディアなのか、ちょっとしたタイミングをずらすことなのか。2位は岩田で勝ち点47。ちょっと開いちゃったね、ミート。次よ、次。次は栃木 SC。 ガオおい、どうした？ヤオ大丈夫か？次は絶対に勝ってやる。
こらこら、お前は出られないんだから、応援に力を入れろ。二人とも怪獣化しちゃってる。どうぞ、二人の怒りは収まるように。